アムズへようこそ。ビートル2ルームテント3の建て方を紹介します。建てる前に必ずセット内容の確認をお忘れなく。設営は必ず2人で行ってください。出入り口を確認してから広くて平らなスペースにインナーテントを広げます。この時インナーテント下側のジッパーを開けておくとインナーテント内に空気が入りテントが膨らんで設営しやすくなります。シルバーのメインポールを組み立てインナーテント四隅のグロメットに差し込みフックをメインポールにかけます。オレンジのフロントポールを組み立て両脇のグロメットに差し込みインナーテントについているフックをフロントポールにかけていきます。出入り口方向を確認してフライシートをインナーテントにかぶせます。この時風下から風上に向けてかぶせるとかぶせやすいですよ。前室用の黒いポールを組み立て前室部分のポールスリーブに通します。ポールを挿入するときは引っ張らず必ず押して挿入してください。フライシートの内側から出ているベルクロをインナーテントのポールに巻きつけて固定します。この時フライシート入り口の2箇所に仮止めでペグを打ち込んでおくと立てやすくなります。フライシートとインナーテントをバックルで固定します。そしてフライシートの裾についている9本の赤いテープをペグで固定します。グレーのガイロープは前室正面にある本体テープにつけます。また赤いガイロープを側面の8箇所のガイラインポイントにつけてペグを打ち込めば完成です。さあ完成したら仕上げのスタイリング。テントの畳み方です。次のキャンプのためにきれいに畳みましょう。テントに固定したペグ、ポール、ガイロープをすべて外しテントの汚れを落として十分に乾燥させます。フライシートを広げて畳みます。2人で風下に向かってダッシュ。そしてちょっと持ち上げて風上に下ろします。フライシートは両サイドから中心ラインに向けて半分に畳み、さらに半分に畳みます。
次にインナーテントを畳みます。空気が抜けるように入り口下側のジッパーを開けて、収納ケースのサイズに合わせて4分の1目安で畳むと良いでしょう。ポールは真ん中から抜き畳んでください。そしてペグ、ガイロープをそれぞれのケースに収納します。本体の上にインナーテントを置き、ポールケースを芯にして空気を抜きながら巻いていきます。巻き終わったテントを収納ケースに入れて撤収完了です。